ルスタムービー。皆さんこんにちは、バサジー大分アリーナ MC の大野隆でございます。今シーズンもどうぞよろしくお願いいたします。さて、私大野隆なんですけども、今シーズン2年ぶりにですね、テーマソングを作ることになりました。よっ、ありがとうございます。ただまあ曲はできたんですけども、歌詞にちょっとですね今、手間取っておりまして、今日はまあ開幕直前ということで、この方々をお招きしましてですね、この方々から出た言葉、まあそういったインスピレーションを受けましてですね、歌詞を作っていこうかなというふうに思っております。さあ今回集まっていただきましたのはこちらでございます。挫折を乗り越えてきた男たち、よいしょ。さあということでよろしくお願いいたします。挫折ね、時間がない、時間がない。でそのまま挫折を乗り越えてきたお友達スペシャルということなんですけども、その中でテーマは決めておりまして、はい、テーマはこちら、バン、怪我。さあということでね、まあ、はい、どうでしょうか、はい、ちなみに選手歴ってのはもう何年になるんですか。16年目です。16年、はい、すごいですね、はい、いくつの時から。19ですね。はい、そうなんです、ね、さあそして森村選手、9年です。9年、お、まだ9年。はい、お、そうですか。9年、もうもうじゃない。いや、なんかもっと、もう25年ぐらいやってるのかな。じじいや。9、あ、そうです。そうですか。さあそしてですね、帰ってまいりました太郎ちゃん。よっ、帰ってきました。いいぞ、じじい。いや、待ってましたよ、私は。もうありがとうございます。1年どこ行ってたんですか。ちょっと半年東京の方に。あ、半年か。ホームシック、ホームシック。お、はい、そうですか。ねえ、帰ってまいりました。お待たせしました。さあ、ということで選手歴は何年になりますか。大学卒業してからなんで、もう16年目っす。あ、じゃあもう同期。同期。同期になるんですか。わかんないですけど。一緒。まあでも大体同じぐらいのということでございましてですね。はい、さあ、今回怪我ということなんですが、私もつい先日ですね、ちょっと骨折してしまいましてですね。初めて。で、いろいろとちょっと挫折を味わいました。さあそんな中、皆さんが今まで、まあ、選手の中でですね、選手を経験した中で一番大きな怪我をちょっとフリップにお書きいただきたい。 OK、はい、ということで、じゃあそれをお願いいたします、はい、現在進行形でも構いませんからね。急になんか暗くなってませんか。大丈夫ですか。はい、一番大きな怪我で、一番大きな怪我ですね。うん、ちょっと漢字わかんないですね。いやいや、いいです、いいです、もうひらがなです。はぁ、ということで選手の皆さん、折れました。それでは、どうしましょうかね。森村選手はもうあれですね。じゃあ森村選手からいきましょうか。じゃあ森村選手、フリップオープン。こちら、ザン。あー、ぎっくり腰。字のバランスよ。ぎっくり腰。バランス。ちょっと見せてください。漢字わからなくて。はい、いいです、いいです、いいです。ぎっくり腰。もうちょっと右に詰めて書けば、ね、そうなんですよ。漢字わかるかなと思ったんですけど。途中で分かんなくて。いやいや、子供たちも見てますから。あ、確かに。はい、非常にね、子供たちに向けてもというか、ちょっとフリップ出したままに、はい、これ、いつぐらいにあった怪我ですか。結構最近で。結構最近、はい、ぎっくり腰ってなんかすごいよね。いや、やばいっす。いや、やばいよね、やばいっす。本当にもうどうにもならないもんね。びっくりしました。いつ来るかも分からないしね。やばいっす。いや、これは本当にぎっくり腰をやった人たちしか分からない痛みと、はい、悔しさと、はい、これどういうふうに、ね、乗り越えていったんですか。いや、それで練習は休んでないんですけど。え、休んでない、はい、すごいな。けど練習中に急にパスが来て、うん、ちょっとびっくりしたし動けなかった、はい、ちょっと丹羽選手笑ってますけど。いや、それ見てたんですか。何。いや、見てないんですけど、うん、なんか理由が、うん、なんか仲間のパスがちょっとずれて、うん、はい、そのパスにちょっとびっくりして、うん、その時に腰を痛めたらしくて。それはもうびっくり腰ですよ。びっくり腰。そうなんですね、それは。びっくりしちゃう。びっくり腰じゃない。びっくり腰の。びっくり。書き換えとこう。わーの腰の。わーってなって。びっくりしちゃう。全然びっくりじゃないっすよね。でもちょっと痛めてしまったということで、もういいんですか。いや、もう今治療中。治療中。はい。そうなんだ。なかなか治らないからね。なかなか七分といです。いやー、そうですよ。さあ、そして新村選手いってみましょう。新村選手、こちら。ザンツン。はい、前十字靭帯断裂と半月板損傷、うん、もうちょっとかけてやろう感じ、はい、現在進行形ですからね。現在進行形どうですか、はい、ちなみに今の現状としては今、やっとちょっと加速走とかボール蹴れるようになって。お、はい、そう、これはもうファンの皆さんにはもう朗報と言いますか、はい、ね、ニビア選手もボールを蹴られるようになったぞと。ちょっとずつですけど、はい、これは嬉しいですね。ちょっと僕も今嬉しいですもん。あ、本当ですか。よかったです。これでも実際にその、ね、僕も試合に立ち会ってましたけども、あの瞬間というのはどういうふうに思ったわけですか。
いやもうけどやった瞬間も年齢もそうですし、うん、あもうちょっときついなと思いましたね正直。引退も考えた。いやもう終わったって言ってましたね。終わったって言ってましたもんね本当に試合中に、はい、そういう気持ちでしたね、はい、もうちょっと頑張れるかなって。あ実際でもその頑張れるかなって言って今頑張ってるわけじゃないですか、はい、何がそういうふうに奮い立たせるものがあったんですか。まあ、やっぱ家族の支えとやっぱあのオペしてくださった先生とかすごい前向きなことを言ってたので、仲間は仲間の支えもあって支えもあってと。そうですか、仲間全然出てきませんでした。仲間ちょっと散々いじられただけなんで支えっていうね、あの怪我してすぐもういけるでしょうっていう感じ、うん、全然本当に誰も心配してくれないよっていう。いやでもそういうふうにこうね、明るくやっぱ言ってくれる方が、はい、いや大丈夫か、お前もうダメなんじゃないかって言われるとね、はい、確かにそっちにやっぱ引っ張られてしまいますから、はい、すごい助けられましたね。助けられたと、はい、でもこれはすごいです、すごい怪我ですからね。でもやっぱほら相手があっての怪我だったわけですから、はい、そうですね、相手の選手からは何かこうあったんですか。いや特になかったですね。特にない。まあ大丈夫みたいな感じで。その後も、はい、そうですね、多分相手の選手そもそもなんか気づいてないかもしれない、それで怪我したっていうのは。いやでもやっぱ運動神経がいいからこそね、いやいや、なんかうまくかわしたように僕も見えましたもん。いやちょっと逃げれなかったですね、はい、でもその後二宮選手が怪我してちょっとね断裂してるぞっていうのを多分相手の選手も知ってるでしょう。そうですね、僕はやっぱフルーツの一つや二つ届いてもいいんじゃないかと。まあ、日本の文化じゃないですか。相手ブラジル人だったんで、その文化ないかもしれないですね。そうか。まあでもプロ同士だったらしょうがない部分もありますけどね。さあそしてお待たせいたしました。太郎ちゃん、太郎ちゃんフリップオープン。こちら。ダレン。うわない。なしですよ。なし。いやフルーツのプレゼントっていうくだりもあったんで。うわーすごい。ここで二宮選手にお見舞い金としてなし。なしをやった。素晴らしいですね。全然ないの。いや、足首の一番軽い足首の捻挫とかあるんですけど、うん、他の選手からすればそんなの怪我じゃないと。はあ。めちゃくちゃ痛いと思ったんですけど、うん、みんなはそんなの当たり前のようにしてる。取るに足らないんでやっぱなし。実際に、はい、まあでもどうですか。あとその、まあ、選手じゃなくてプライベートの中でも大きな怪我とかはないんですか。今子供の頃とか。いやないっすね。ない。ないっすね。すごいっすね。健康だけが取り柄なんで。いやでも一流選手やっぱ怪我がないっていうふうに言いますからね。すごいっすね。ありがとうございます。はあ。そういったまあ怪我がない選手からして怪我をしてる2人を見てどういうふうに思ってるわけですか。いや防げる怪我と防げない怪我があると思うんですけど、うんうんうん、やっぱりどうしてもね、うん、接触のあるスポーツなんで、うん、そういう怪我、避けられない怪我もあると思いますけど、やっぱ自己管理によるものもね、やっぱ多くあると思うんで、これはやっぱり、これ怪我っすか。ただ、姿勢が悪いんだ。びっくり腰は怪我っすか。姿勢が、もうすごい猫背だし、これはもう自業自得。なんかでもほら、足の裏が痛いとかって言ってた時があったじゃない。いやでもあれもなんかちょっと靴ずれみたいな。こういうのはもう本当にちょっと自己管理の問題だと、はい、そうですそうです、ね、でも二宮選手はもう絶対に避けられない怪我だと。 いや、はい、これは本当にあの番組をご覧の少年少女の皆さんにもこれ言えることよね、はい、だからやっぱ防げる怪我と防げない怪我があるよとなってしまった後にどういうふうに自分でこうメンタル的なものを考えていくかと。おっしゃる通りです。ということですから、いやそうですか。今のトークではまだその歌詞の内容には全然こう、ね、ビシビシ響いてないですね、全然。そうですよね。そうなんですよ。次のテーマにします。次のテーマありますかね、これでは。いいか。次のテーマいきましょうね。はい、次のテーマはもうじゃあ、ザン。プロとしてというね。おプロとして大切にしてることは一体何なのかというものをちょっと考えていただいて、じゃあそれではフリップお書きください。どうぞ。なるほどね。いいですよ。時間を使っていただいて。難しいですね。うん。ちっちゃ。いいですね。なんかこう真剣にフリップに向き合う姿がいいですね。なんかこう。いきましょうか。それではフリップオープン。ザン。おお。おすごい。3選手いるとやっぱ全然違いますね、これは。ということで、じゃあ、太郎ちゃんから。はい。やっぱり、楽しいことばっかりじゃないですよね。うん。負けることもあるし、そうね。うまくいかないことも多いですし、うん、でもやっぱそこでポジティブさ、非常に重要です。そしてやっぱりこう、日々の単調な毎日、うん、その中でも好きなことを職業にできてる、
それによるエナジー。この2つはやっぱり譲れないということで。それはもうポジティブエナジーじゃないんですね。あ、違います。すいません。ポジティブエナジーなんですね。2個でした。すいません。2つポジティブエナジーじゃない。ポジティブさとエナジー。いやいや、かっこよくない？でもポジティブエナジーっていうのは。いや、もうこの2つは。前向きの力だと。そうです。躍動力みたいなね。そうです、そうです。あ、いいじゃない。これはいいの書いたな。ねえ、ミスターポジティブエナジーっていう、これは大事。これはいいと思いますよ。でも本当、あの日々の中でうまくいかないことがあると。そういったうまくいかないことをどういうふうにしてこう自分の中でこううまくいかせるようにしてるんですか。やっぱりこう嫌なことが起きたら、うん、やっぱこれも成長のための必要な時間だと、うん、ジャンプするには、うん、しゃがめと、お、よく言いますよね。すごい、やっぱりそういうことだと思いますよ。これは今ちょっと歌詞にビシビシ言ってますよ、はい、私もうそれを見越して素晴らしい、よろしくお願いします。いいですよ、はい、ありがとうございます。さあ続きまして森村選手、はい、いや見せどうしました、どうしました、それ見せ方エナジー、はい、そうそうこれ良くないっすよ、これ良くないよ。いいですね、さすがですね、さすが日本代表。見せ方エナジー、やっぱ見せ方知ってますもんね。見せ方大事です、うん、見せ方一番最初見せ方しか書いてなかった気がしますけどエナジーがいいなと、エナジーがいいなと、あ、これ、はい、見せ方エナジーいいですよ、いただきました、はい、あ、これなんかちょっと新曲のタイトルにもなるぐらいの見せ方エナジー、どういうことでしょうか、はい、やっぱどんな時でもやっぱね、うん、ファンの方々にも、はい、まあ、チームの後輩にでも、うん、見られてるってことを、うん、意識して、うん、まあ、常にかっこよく荒れるような先輩になりたいなと、いや、頑張っております。これはもう本当馬刺し大分の中でも本当1、2を争うぐらいきちんとされてる方なので僕は思いますよ。うん、やっぱこう試合中もそうですし試合前もそうだったりとかね、たまに MC 席に挨拶に来てくれたりとかね、そうだから馬刺しを離れた時も、はい、でも挨拶に来てくれた、これはねやっぱ嬉しいんですよ。いや、挨拶に来ない人とかもいっぱいいますから。そういう人たち、俺大丈夫、いやいや、もう大丈夫大丈夫、俺行きましたよね。太郎さんもちゃんと来てくれるから本当に危ない危ない、だからもうバサージを離れてもう俺たちはもうバサージの人間じゃないぞ、いやそれはもうそれで素晴らしいですよ。ただやっぱでもこう来てくれると僕も人間ですから、来てくれた人たちだけは試合が終わった後にちゃんとコールします。おお、うん、そうです、あ、森村選手も手を振ってくれてますねみたいな、そういう風に、いや、これは見せ方エナジー素晴らしいです。ありがとうございます。あ、見せ方とエナジーですか、それとも見せ方エナジーですか。あ、これ繋げていきます。繋げていくんです、はい、見せ方エナジーと2個にしなさい。いやでもこの見せ方をちゃんとするためにはその影の努力が相当いるってことですよね。はい、ねえ、いや素晴らしいです、いつもちゃんと笑顔で対応していただいてありがとうございます。さあそして、はい、なんすか最後、はい、はい、うわ楽しむエナジーかぶせてるな、楽しむエナジー入れてきましたね。ギア入れてきましたね、ちょっとニビア選手、ね、はい、すごいですね、これ、はい、まさかの3人ともエナジーが入ってるとはちょっと思いませんでしたけども、はい、これどういうことでしょうか。いや、本当もう、なんていうんですかね、はい、長いことやってたら、うん、もうタラ君と一緒ですけど、はい、いいことも悪いことも、うん、まあ、責任だったり覚悟とかいろいろあるじゃないですか、うん、あるで、年々やってたらやっぱこう、うん、楽しむっていうのが難しくなったりする状況があると思うんですけど、まあ、今僕たちがこういう仕事できてるのも、うん、なんていうんですかね、まあ、たくさんの支えがあったりとか、うん、またこの好きなことを仕事にできるってことは、なんですか、限られた人しかいないと思ってて、うん、そうね、僕たちが楽しまなかったらもう、うん、なんですかね、悪いじゃないですけど、うん、もう全力で今を楽しみたいなっていうところです。そうですか、それが楽しむエナジーという言葉になったと。いやちょっと、はい、でもまあ3人ともやっぱりこうねプロとしてというところの考え方がやっぱりこういい意味で違いますし、そしてでも共通している部分もたくさんありますしと、エナジーですね、エナジーですね、はい、エナジーだけは共通、エナジーは共通ですね、気つけましたね、びっくりしましたね、やっぱこんな偶然ってあるんですね。いや本当偶然でしたね、必然ですかね、やっぱり、素晴らしいです、最初に発表したかった、いや確かにさあということで、できました、いや素晴らしかったですよ、このやっぱ短時間でギュッとまとめるコメント力、あ、ベテランの皆さんだからこそできることかなと、あ、でもやっぱ本当素晴らしかったですね。さあということで最後にはですね、はい、まあ、挫折を、まあ、乗り越えてきた男たちということで、いろんな挫折が多分あったと思うんですよ、はい、ということでちょっと挫折をちょっと一発書いていただいて、どんな何に挫折したか、挫折、うん、まあ、もう本当怪我でもいいですし、例えばチームを離れたこともそうですし、チームから必要とされなくなったとかね、いろいろあると思いますよ、うん、
さあ、じゃあニベア選手からいきましょう。はい、はい、さあそれでは出来上がったニベア選手こちら、はい、ザン、はい、怪我です。怪我、はい、まあ今までにもね、はい、そうですね、まあ、骨折もしてますし、うん、まあちょびちょびいろいろやってるんですけど、うん、まあ今回は本当にいろんなというか結構悩みましたね。悩んだと、はい、まあ、年齢もあるし、ね、そうですね、はい、なんかまあこれも自分の中で挑戦かなっていうふうに思ってます。今は、はい、実際にでもこう怪我の状態がどんどんとね、まあ日にち薬って言いますけども、はい、良くなってきてるっていうところにやっぱ自分も希望が見えてきてると。はい、そうですね、すごい前向きですし、今むしろ楽しいです、ね、あ、楽しい、はい、いやこれはそういった言葉聞けて嬉しいですよね。実際あの、まあ、本当に今例えばリハビリをしてたりとか、はい、治療中だというね、まあ、子供たち、うん、そして大人の皆さんもいると思います。そういう皆さんにあのちょっとニベア選手からメッセージをお願いいたします。そうですね、もう現状今を受け入れて全力で楽しむのみかなって思います。はい、通、はい、します。はい、ありがとうございます。通します。すいません。そうなんです、はい、さあそして森村選手、はい、ザン、うわっ、移籍、移籍のタイミングで、はい、わー、バサジ置いたから仙台に行った、はい、あのタイミングが、なんか細かく書いてましたけども移籍に変わったんですね。ちょっと、はい、やっぱ悔しかった。そうですね、あの時は、大分最後の年代表へずっと選ばれてましたけど、うん、バサジーでは思うような出場時間を得られず、そうね、はい、まあ、いろいろね、やっぱあると思うよ、はい、それはもうあのバサジーの方針もそうかもしれないですし、プレースタイルだったりとか、でそこはどういうふうに乗り越えてきたんですか。そこで、うん、最後に、最後の方に代表1回外れたんですよ、うん、外れたタイミングでこれは一石だ、自分の環境を変えるタイミングだと思って移籍しました、うん、はあ、もうでも自らの意思ですか、その移籍。そうですね、はあ、離れてみてどうでしたか。離れてみてちょっと出会うことができました。お、そんな話、はあ、そう、出会ってよかった。出会ってよかったですね。うわー、何、めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。ちょっとでまた同じチームでこうやってプレーするっていう、はい、すごいな。でもやっぱそういう決断をするってやっぱ結構勇気がいると思うんですけど、はい、やっぱやってよかった。やってよかったです、ね、はい、で今現状のいい状態に、はい、すごいな。これはじゃあちょっと、まあ、あのテレビ見てる子どもたちに向けてちょっと今悩んでたりとか、はい、ね、どうしようかなと思ってる皆さんにメッセージをどうですか。そうですね、まあ、環境変えるのは、大変勇気のいる決断ですけど、勇気持って一歩踏み出せば、あの違った環境になります。はい、いいですね。さあそして太郎先生お願いいたします。どうぞ。ザンザン、うわ、やっぱ一人ドイツかと思いました。ドイツかと思いました。孤独って書こうと思ったんですけど、今からドイツ移籍するからと思いました違うの。いやいや、あの挫折っていうか、まあ、外国でプレーした時に、うん、地球の歩き方ってあの、はいはいはい、本がありますよね、ありますね、うん、あれにも載ってないような小さい都市に行ったんで、うん、日本人もいないし。ちなみにどちらに行かれてたの。スペインのカルタヘナってところにいたんですけど、誰も聞いたことないようなところなんですけど、うん、オフが地獄でしたね。地獄だった。友達がいない誰も遊ぶやついないし、みんな家帰っちゃうし、うん、ずっと一人で。すごいな。それは挫折というか、うん、孤独感みたいなのはやっぱキャリアの中でいろいろ感じましたね。それはでもどういうふうに乗り越えていくか。いや、それはやっぱり仲間たちが、うん、チームメイト、そして関わる人たち、うん、そういう人たちと共にやってるっていう、やっぱ孤独と共に一体感、うん、このやっぱ明暗が、光と影が、やっぱりこう、なんかちょっと成長させると太陽、月と太陽、月と太陽、いやいやいやそういうのがやっぱり僕を成長させてくれた、うん、そうですか、はい、でもやっぱその一人の寂しさをちゃんとやっぱこう、自分で実感したからこそ、チームメイトのありがたみだったりとか、サポートしてくれる皆さんのやっぱこう、そうです、はあ、それが力になってる。そうなんです。すごいですね。そうなんです。いや、ちょっとびっくりしました。こういう文字が出てくるとちょっと私も思ってなかったんで、もうずっとなんかね、いろんな話の輪の中心の人なのかなと僕は思ってたんですけど、ただ孤独を知らないとね、うん、本当に仲間の大事さわからないんで。かっこいいじゃないですか。もうでも子供たちに今もうメッセージビシビシ伝わってると思いますよ、はい、ね。さあ、ということで開幕直前スペシャル、今回はですね、挫折を乗り越えてきた男たちスペシャルということで、お三方どうもありがとうございました。まあ、開幕に向けてということですから、ちょっとまあじゃあ最後に開幕に向けて一言メッセージをいただきたいと。じゃあ太郎先生どうぞ。はい、ですね、開幕戦、アウェーですけれども、ホーム開幕もありますし、はい、僕ら今力を合わせて練習に励んでおります、うん、ぜひその勇姿を会場で、うん、もしくはテレビ通じて、うん、見に来てください。よろしくお願いします。いや、まあ、この
待ってますね。新チームになって新しい馬刺し大分を見れると思うので、うん、あの楽しみにしていてください。そうですね、あの今シーズンのチームスローガンの通り、うん、あの激アツな試合を毎試合あの約束しますので、うん、ぜひ会場であの一緒に戦ってください。よろしくお願いします。素晴らしい。ということで、ベテランお三方にですね今回お話を伺いました。それではせーの、また来週。